どうも皆さんこんにちは。今起きた人おはようございます。ドラマ元町ロックンロールスインドル主演のマリアを演じました鳥居みゆきと申します。まさかですね、この危なかしいドラマが DVD になるなんて思いもしませんでした。放送コードギリギリどころかアウトなドラマ、ぜひご覧ください。